2001年 JSF 統合打撃戦闘機の巨額契約をめぐり、当時世界最高水準の性能を誇っていた X35 と X32 の2機の実証機対決が繰り広げられました。コンペティションで勝利した X35 は、後に有名なロッキードマーチン社のステルス戦闘機 F35 ライトニング2です。一方、ボーイング社の X32 は、その不格好さからほとんど忘れ去られています。 しかし、X32 のストーリーは見た目よりもずっと複雑です。X32 プロジェクトのチーフテストパイロットが同期が X35 に破れた理由についての素晴らしい思い出を語りました。元海軍パイロットのフィリップ・イエーツ退役指揮官は、パタク・セントリバー海軍航空基地第23航空試験評価飛行隊 VX23 で F14 トムキャットの空対地兵器試験担当官として活躍していました。 最近彼の元同僚、ワード・キャロル氏との対談で、これら2つの高度な戦闘機を操縦した経験について語りました。キャロル氏は引退海軍将校であり、以前は F-14 兵器管理官を務め、現在はアメリカ海軍協会のアウトリーチ及びマーケティングディレクターを務めています。1990年代、アメリカ国防総省は、当時の様々な戦闘機や攻撃機に代わる新しい航空機の技術開発に着手しました。 その JAST 統合先進攻撃技術開発計画には多くの航空宇宙企業が参加し競争しました。議会の要請により JAST 計画はステルス性能を持つ短距離離陸垂直着陸戦闘機 STOVL を開発する国防高等研究計画局 DARPA プロジェクトと統合され JSF プロジェクトとして知られるようになりました。このプロジェクトは最終的にボーイングとロッキード・マーティンの2社のデザインが選ばれました。 両社はそれぞれ試作機の製作と飛行試験を完了しました。ボーイング社とロッキード・マーティン社は1997年から2001年までの4年間で JSF の認証機を作るための開発費としてそれぞれ10億米ドル、約1150億円を受け取っていました。両社に当初求められたのは通常の離着陸ができること、空母の着陸隊を模擬した場所に着陸できること、短距離離陸と垂直離着陸が可能であること、 というシンプルなものでした。両者のコアデザインはこの3つの能力を発揮するために2つのバリエーションが必要でした。実証機ではこの3つの性能に焦点を当て、高高度での操縦性や最大飛行速度といった幅広い性能は要求されませんでした。そのため X32 と X35 の設計は飛行性能を目的に開発されたものではなかったのです。 当時、海軍第23航空試験評価飛行隊に所属していたイエーツ氏のもとに JSF 計画に参加して、X32 や X35 を飛ばす最初のパイロットにならないかという電話がかかってきました。どう言っていいかわからないが、私のキャリアのハイライトだったと語るイエーツ氏は、X32 の主席テストパイロットになる機会を逃しませんでした。 当初、イエーツ氏はテストパイロットやエンジニアチームと一緒に2機の戦闘機の開発に取り組みました。初飛行試験の1年前、イエーツ氏は X32 プロジェクトに配属されました。当時、X32 と X35 のチーム同士の交流は認められていませんでしたが、イエーツ氏と X35 に登場していたポール・スミス・中佐には交流が許されました。イエーツ氏によると、X32 の原型は、 ボーイング社の機密ステルス機構想から派生したものであり、ボーイング社はこの技術を X32 に採用すると決めたといいます。この決断が有利な JSF の契約を失うことになったのです。二つのプログラムは最初から最後まで比較的独立した環境で開発およびテストされており、情報に重複はありませんでした。 個別のテストプログラムの理由の一部は、プロジェクトオフィスが各航空機の飛行について議会に報告するため、テストパイロットを召喚することを望まないということでした。同志によると、受け負い業者は、プロジェクトオフィスが実際に要求した以上のものを検証機で見せたかったと言います。しかし、これは結局のところ、誰がより早くよりうまく飛べるか、誰がより長く対空できるか、誰がより多くのことができるか、といった広範なテストではありません。 この競争の本質は垂直離着陸と空母への着艦能力です。最終的にイエーツ氏に提供されたのは20名の整備員と第23主権飛行隊の FA-182 機のチームでした。FA-18 戦闘機が X32 の飛行実験で対戦相手となりました。ロッキード・マーティンチームはカリフォルニアのエドワーズ空軍基地に配備されていた F-16 戦闘機を使用しました。 イエツ氏は X32 の空母上での操縦性テストに最も力を注ぎました。彼は X32 は細かい補正がいくらでもできるほどスムーズで正確、操作性の良さは言うまでもなかったと言います。しかし、2機の垂直離着陸テストになるとそこが大きな問題で、X32 はこの時点で挫折してしまったと彼は語りました。 テストでは、ロッキード・マーティン社の X35 は垂直離陸モードから超音速飛行にパワープラントの構成を変更することなく直接移行することができました。しかし、ボーイング社の X32 は垂直離陸の前に整備要因による機体調整が必要でした。X35 垂直離着陸機は技術的にはるかに進んだ設計になっていました。 X35 はコックピットの後ろに48インチのリフトファンを別に設け、機体の上方から下方に冷気を流していました。またメインエンジンからのジェット気流を垂直離着陸装置に導くための回転排気装置も備えていました。一方、ボーイング社の X32 は単一のエンジンと複数の変更可能な排気管を使用して、水力をベクトル化するためにハリアー戦闘機のようなアプローチを使用していました。 問題はこの設計により、X32 の排気中の熱気の一部が、吸気口に循環してエンジンに引き込まれ、エンジン効率が低下し、加熱問題が発生することです。そのため、ボーイングの設計では垂直離着陸機は低高度で、空気の濃いところでは、機体を浮遊させる程度の水力しか発生できなかったため、エドワーズ空軍基地での短距離垂直離着陸は不可能でした。 このためロッキード社の設計はボーイング社に対して大きな優位性を持っていました。同時にロッキードの垂直離着陸機は垂直に離陸して超音速まで加速し、垂直に着陸することをデモで実証することができました。この時点でロッキードの設計がボーイングの設計より優れていることは明らかであり、イエーツ氏は JSF のプロジェクトオフィスがボーイング社の設計に傾きにくいことをはっきりと感じ取りました。 ボーイング社の X32 量産試作機のデザインも当初の認証機のデザインとは大きく異なるものでした。イエーツ氏の飛ばしたデルタ翼の X32 実証機には高速飛行時の制御性を高めるための水平尾翼がなかったのです。どうやらボーイング社は途中で気が変わり、同じような台形翼に水平尾翼を加えた従来の空力レイアウトを採用したようです。航空機の品質は見た目が良いかどうかにかかっている。 という言い伝えが航空業界にあり、美しい外観は性能もいいと言われています。この言葉は非合理で専門的ではないように思われますが、この見た目による判断が正しいと証明されることが多いのです。キャロル氏は X35 の勝利について、多かれ少なかれ見栄の張り合いとでも言うべき見方を示しました。 イエツ氏は X35 や F35 を見ると高速で飛行でき従来の空軍や海軍戦闘機のような外観を想像するとし彼に同意しました。それに対して X32 の外観は特に横から見るとフグが怯えたような旧機構になっていると揶揄されることが多いです。ボーイング社はこの問題を認識しており戦場に持っていくのであって舞踏会に持っていくのではないという自虐的な説明をしてきました。 実際 X32 は美的価値が低いから不当に排除されたわけではなく、見た目は確かに性能と関係があります。問題はボーイング社が経費節減のために早くから投資していた謎のステルスデザインを選んだからかもしれません。問題に気づいた時には後戻りできない状態になっていました。キャロル氏の最後の質問は、もし X32 が JSF 競争に勝っていたらどうなっていたのか その機体が F35 より優れている点は何かというものでした。イエーツ氏はボーイングの製造能力は十分に強いし、彼らはそれを自慢しているわけではないとして次のように語りました。ボーイング社の判断で最終製品とは思えないようなデザインが採用され、その不格好さも相まってそのポテンシャルを十分に発揮することができなかった。もちろんボーイングの最終的なプロトタイプを見ることはもうできない。 そうでなければ、統合打撃戦闘機のコンペティションは違った結末を迎えていたかもしれない。